グレーテストヒッツは、クイーンの1981年発売のベストアルバムである。収録されている曲は、ファーストアルバム、戦慄の王女から、フラッシュゴードンに加え、このベストアルバムに先立って発売された先行シングル、アンダープレッシャーまでの期間となっている。クイーンにとって最初のベストアルバムであり、以降、1999年に発売された、 グレーテストヒッツ3まで発表された。1981年の LP 発売時は、それぞれの国や地域でヒットしたものに優先した収録曲となっていたため、全部で7種類の収録曲、違いバージョンがあった。また、収録時間の長さから、音溝が狭く、レベルが小さめであり、日本では当時の一般的な LP よりも少し安い2000円という価格設定であった。 その後の CD 歌書記には日本ではアメリカ版 LP に準じた内容で CD が発売され混乱を起こしたが後にジャケット曲目ともに世界的に統一。現行バージョンではファーストアルバム戦慄の王女からは一曲も収録されていない。また前日のアンダープレッシャーはグレーテストヒッツ i t 2に収録されるようになった。売り上げ枚数は全世界で。 約2700万枚、英国で600万枚超え、ビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バウンドやオアシスのモーニング・グローリーなどを抑えて、英国史上最も売れたアルバムである。ありがとうございます。